はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は低速熱伝導パープキット、続きをやっていきたいと思います。前回前々回とですね、まあヤマトが身を挺して、沖縄を奪還、さらには南シナ海も奪還ということをしてくれたんですが、まあヤマトは虚しく撃沈されてしまったということで、日本本土にアメリカ軍艦隊が押し寄せてきたというところまでお届けしました。これをなんとかね、退けたものの、やっぱりダメージがね、かなり大きく残っています。今回は、ちょっと艦隊の編成を見直しつつですね、いろいろやっていこうと思っています。まずはですね、日本近海はもちろん守らなきゃいけないんですけども、沖縄、南シナ海、マレ沖、これも絶対に守らなきゃいけない海域になってますので、まず一つはですね、まあ、このチャンネルで提督の決断法をご覧いただいたことがある方はわかるかもしれませんが、沖縄に関してはですね、もう逃げの一手、今配備してある駆逐艦一隻に新しく駆逐艦一隻の艦隊、もう艦隊ではないですね、駆逐艦を一隻配備して、この二隻で逃げ回り作戦を行って沖縄を防衛します。もうこれは致し方なし。あとはですね、前回もう偵察機がなくなってしまって、かなり苦しい戦いを強いられてしまったので、偵察機をですね、ここでしっかり補充します。本当は偵察機だけじゃなくてね、いろんなものを補充してあげなきゃいけないというのはもちろんよくわかってるんですが、今はその余裕がないので、苦肉の策としてですね、南シナ海に入っている艦隊、このうち空母に乗っている艦載機、これを全部下ろします。爆撃機ですね。どうせ今この、空母、敵が現れたとしても出撃させることは事実上できない、護衛艦がいないので、出撃させることができないということを考えた場合、ここに乗っている艦載機はね、もう完全に遊びになってしまうので、であればしっかり日本近海にね、配備を進めた上で敵の迎撃に当たってもらいたいと思います。で、南シナ海の方はですね、第15艦隊と第16艦隊、これガチャンコしちゃいましょう。1個の艦隊にまとめます。こんなところですかね。で、お金は余って、まあ余っているっていう表現もちょっと微妙な表現、決して余ってはないんですけど、使っていきましょう。で、物資援助はどうせ動かす艦隊がないので、石油を送ります。うわ、ドイツが負けたか。これでドイツが終わったことによって、これでイギリス軍もこちらに攻めてくるわけだな。いやー、いよいよ苦しい戦いになるな。はい、皆さんこんにちは、ワナルルビシです。では今回は帝都軍決断法バブギットをプレイしていきたいと思います。ここまでですね、ヤマトがその身を挺して沖縄、南シナ海と奪還をね、行ってくれました。まあ、その引き換えとしてヤマトは南シナ海に沈んでしまったんですけども、まあ、奪還してくれた南シナ海の資源を使ってしっかり反攻作戦を行っていきたいというふうに思っています。ではまず艦隊の編成と今後の防衛作戦の、ね、概要をお伝えしていきたいと思います。まず防衛作戦に関してなんですけども、本土、日本本土に関しては航空決戦で敵を撃退していくと。で、一方沖縄に関しては駆逐艦2隻で逃げ回り作戦を行います。駆逐艦2隻でひたすら逃げる。南シナ海も同じくですね、健在の艦隊、まあ、艦隊じゃないね、もう健在の船、艦艇を使って逃げ回り作戦でなんとかね、その場をしのごうというふうに思っています。とにかく今はね、艦隊の再建がなるまでは逃げ切る。で、この空母はですね、今護衛艦が事実上いない状態なので、これ、乗っている艦載機遊ばせておくのはもったいない、まあ、その余裕がないって言った方がいいのかな。
そういう状態なので艦載機を全部下ろします。そしてそれを日本本土に持って行って、日本本土にアメリカ軍が攻め込んできたらですね、この貴重な航空兵力を使って撃退していこうと、まあそういう考えですね。であとはですね、もう前回偵察機がやられてしまって敵を偵察することができなくなってしまうというね、せっかくの航空戦力が活かせないという状態になってしまったので、今回はこれの補充もね忘れないうちにやっておきます。こんなところですかね。でさらに技術開発、もうお金の使い道は技術開発以外今のところないので、鉄もアルミもない状況ですからね。ではこれで時間を進めます。おドイツが守りきってくれればいいけど、なんとかなんとか残ってくれたんだね。いやドイツももう風前の灯火だなこれは。さて今回も鉄アルミはゼロですね。鉄アルミはゼロなので、技術開発に金を使っていきます。お、ここに来てようやくアルミが500余っている。これは使わない手はない。航空機を作りましょう。航空機はもう銀が一択ですね。銀が一択、2機、銀河を作ったら、その2機とはいえ今の日本には貴重な、すごく貴重な航空戦力になるので配備します。で余ったお金は、技術開発に使い、さらにどうせ動かす艦隊はないんだ。アルミも鉄もない。艦隊もないんだったら石油をドイツに渡して何かしらの見返りをもらいましょう。沖縄に敵が艦隊がやってきたね。ついに。いや、想定はしてたけど。さて、じゃあ、ここからはもう逃げ回り作戦になるので、ちょっと時間はね、早めていっちゃいたいと思います。はい、逃げ切り作戦完了ですね。まあ駆逐艦2隻派遣しておいてよかったです。1隻は見つかってしまったので。さてと作戦会議ですね。マラッカ海峡を一旦拒否して再びマラッカ海峡にします。これで金だけね借りパクしましょう。ではその金を使って技術開発だ。で余ったものは今回も銀河を作っていきましょう。さっさと来いアメリカ軍よ。今ひたすらに日本近海でアメリカ軍の来襲を待つ、そしてそれを潰すと、それの繰り返しでね、なんとか立て直しを図っていきたいところになりますので。いやー鉄がもうちょっとあればな。艦隊がいつ回復するかだね。艦隊の方は神風がどうだ、新しくはないね、復旧してるので神風をマレ沖に派遣しておきます。マレ沖もね駆逐艦2隻体制で守りましょう。本当に皆さん本当に申し訳ないんですけど、しばらくはこれが続くと思うので、
本当にね、退屈されてしまって申し訳ないなという思いしかないんですが、お付き合いをね、お願いいたします。あ、しまった。今回銀河を作るお金を残すのを忘れてしまったが、次のターンで作ればいいでしょう。さあ沖縄だ。同じです。同じことをやります。なのでここもまた時間を早めます。はい、沖縄戦ね、再び、まあ戦ではないね、戦ってはないからね、逃げ回っただけですけども、なんとか無事でもないな、しのいでますっていうだけかな。よし、鉄資源がようやく入ってきた。これは嬉しいぞ。で、艦隊の方は完全に復旧したね。南シナ海の方はどうなっている？南シナ海の方も艦隊は徐々に戻りつつあるね。大破している長とトネが回復すれば終わりだね。よし、反攻作戦の準備が徐々に、整いつつあるというところだと思います。まずはとはいえね、銀河を作っていきます。銀河をそれこそ作れる分だけ作る。で、艦艇はどうする？敵艦隊とまともにぶつかるにしてもちょっとな、鉄資源が1600だと駆逐艦2隻ぐらいしか作れないので、ちょっとどのクラスの艦艇を作っていけばいいのか、どういう艦隊編成にすればいいのかっていうのは、ちょっと皆さんのご意見もいただきたいな。まずはね、個人的にはやっぱり甲斐大和型。まあ、大和がね、沈んでしまったので、甲斐大和型。まあ、事実上の武蔵だと思うんですけど、大和の弱点とされていた対空防御。これをね、強化した甲斐大和。武蔵級を作っていきたいなぁと、個人的には思っているんですけども、これ鉄がね、なんと7400必要なんですよ。ちょっと厳しいよね、っていうのもあって。であれば、まあ、比較的、攻撃力が高くて、かつ、まあ、戦艦に比べたら安価に作れる従順、これをね、まあ、数用意して、戦うっていうのももちろん一つの手だと思いますし、ちょっとこのあたりのね、皆さんのご意見というか、考えというか、まあ、こういう艦隊編成をしてみたらどうとか、そういうのをね、ちょっと皆さんからご意見をいただければ嬉しいかなと思ってます。揚陸艦はね、絶対欲しいですね。雨が降ってるその最中にね、揚陸艦を何隻かでガーッと突入させるっていう、そういう戦い方もね、今の日本軍には必要なのかなというふうには思ってますけど、ちょっとそのあたりは皆さんからご意見をいただきたいと思います。まずは、いずれにしても輸送船を作っちゃいましょう。輸送船が喉から手が出るほど欲しいので。で、あとはですね、まあ、お金を、そしたら、技術開発に、今回は本当に薄くしか入れられないな。残念だけど。薄く入れましょう。はい。では、ちょっと今回非常に短いんですけども、今後のね、艦隊編成とか、まあ、そういうあり方を皆さんからご意見いただきたいなと思いますので、一旦ここまでにさせていただいてですね、皆さんのご意見、集約した上で、続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひ、動画のコメント欄、チャンネルのコミュニティ欄、もしくはツイッターの方までご意見、アドバイスお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。